こんにちは。体の枝10枚勝負です。今日は2024年の9月22日を1時間50分過ぎました。見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は、おっとっと、50って言おうと思ったら49台に入ってましたね。49、あれ、49と50、行ったり来たりしてますね。はい。いやー、でも49はもう見たくなかったなぁ。はい。1時間してもずるずるずると押してきてるのがわかりますね。はい、ただ日中は 51.5 ぐらいまで行ってたということですね。はい、日曜終わりましたので、ね、月曜日からどんな風に動くか楽しみです。ではツイッター見ていきます。はい、新しい経済ビットバンク、ビットコインのライトニングネットワーク対応へということで、今ビットコイン東京っていうのね、先週、末ぐらいからですかね、やってますよね。それで、そこで発表があったということでしょう。はい、国内暗号資産取引所のビットバンク、まあこれね、エイダー持ってる方は結構使ってますよね。ビットコインのライトニングネットワークの入出出金に対応することが9月22日分かった。このことは日本初のビットコイン特化の国際カンファレンス、ビットコイン東京2024の中のトークセッション、こちらにてビットバンクのチーフビットコインオフィサーである、アンダーウッド氏によって発表されたと。はい、アンダーウッド氏によると、入金及び出金はこちらのアドレスでの対応になるという、サブドメインは未定だが、おそらくこちら、bitbank.cc になるとのこと。また、入出金手数料については、入金は無料となることが決定しているが、出金は現在検討中とのこと。出金手数料は1サトシ案や無料回数制限案が社内に出ているとのことだ。その他、チャンネルはユーザーから直接ビットバンクノードとチャンネルを開く許可設定と、ビットバックからチャンネルを開きインバウンド流動性提供機能が検討してあるとのことだということですね。はい、時期はまだ未定ということです。はい、落雷にご注意くださいと。これは日本語、まああえてこう語訳というかしてるんでしょうかね。ライトニングを訳すとおそらく落雷なんでしょうね。はいはい、こちらはビットフライヤーの金光さんから。東京電力ホールディングス孫会社アジャイルエナジー X が自治体再生可能エネルギー事業者から余剰電力を買い取り、ビットコインマイニングに充ててマネタイズするビジネスを始めている模様と。再エネには完結性、電力を安定提供できないがあり、余剰分はマイニングに良さそうというジャック同士説を実現しているということですね。はいはい、そしてビットコインの値段についてですね、ビットコインにとって最強の10月がやってくる。過去11年で9勝2敗、10月のビットコインは高確率でプラスリターン。なお3回しかないので当てになりませんが、9月がプラスだった年の10月の勝率は 100% ということで、10月は上がるに違いないということですね。はい、ここ近年の上げ下げをちょっと見てみますね。今年の9月は 6.99% だったということですね。で、去年は 3.91% で、その後10月が 28% 上がったと。で、8%、12% ということですね。で、連続で上がってないにしても、10月はこのように上がると。5%、39%、27%、10% ということで、ね、はい、期待したいですね。はい、こちらはアバランチですね。アバランチが4周年と。いうことです。はい、カルダの方に話を移しまして、ゆうたさんですね。憲法をシンプルかつ効果的なものにするために、1、強制力のないセクションや推奨セクションを削除し、2、CIP1694 の内容のみを含む多数のセクションを1つに統合します。この方法により単語数が 60% 削減されますということですね。はい、憲法委員会のこの、まあ、憲法委員会の時、憲法ですね、ここオリジナルドキュメント、プロポーズドチェンジーズ、リーズンズということで、まあ、変更案と変更理由ですね、はい、がありますが、まずこの最初のところに消します、消します、消しますというふうにあって、で、憲法はできるだけ簡素に保つべきである、以下の内容に関する規律は全て削除してくださいということで、結構ですね、私なんとなく漠然と思ってたのが、全文というか背景みたいな話がね、非常に長くて、なんかもっとシンプルにすればいいなと私も読んで思ってました。はい、で、大体結構ねデリートしましょうというのが多いですね。はい、で、まあ、ここは変更、
まあ、パラメーターがね、後ろにガードレールって言っていっぱいあるので、まあ、それ以外のところはですね、その、まあ、気持ちだとか、哲学的なところだとか、今後の予定だとか、これまでの歴史だとか、まあ、そういうところに触れてるのは、まあ、どん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 削除しちゃえばいいのかなという気が私もしておりました。はい。で、まあ、みんなそうやって思うんだけど、なかなかこうやって実際に形にしてくれるっていうところがね、アクションを起こして実際に買いに行こうというふうに動く人がね、なかなか、いないので、まあ、本当にこうやって動いてくれる方には感謝だなと思います。はい、横山太一さん、10月5日、体の徳島ミートアップ、私も再度現地入りします。地元の方々にお会いできる機会は大変貴重です、ということですね。はい、9月もいっぱいイベントありましたけど、10月もいっぱいありますね。はい、こちらが、インターセクトジャパンハブのホームページですけど、10月の3日がインターセクトの東京年次総会、10月の5日が今の徳島のミートアップ、10月12日が福岡での BTV さんが来日してでのミートアップ、10月26日がサミット東京。まあ、これから、まあ、インターセクトのも大きいですけど、やっぱサミットですね。まあ、これちょっと分科会というか、まあ、メインはドバイですけど、ここで。まあ、私がどこまで出るか、まあ、サミット、せいぜい出てサミットかなっていう感じですかね。はい、で、エキスポは、私がね、言い出しっぺなので、これは必ず何とかやらないといけないなというふうに思っております。はい、そろそろ準備をしようかなと思っているところです。はい、無縁さん、カルダノのウォレットの維持管理、種類、特性、バージョンアップ、リカバリー等ということで、ウォレットについてのブログですね。はい。ちょっとこちら拝見します。最近ウォレットについての問い合わせが多く寄せられます。一番多い問題点が、ダイドロスウォレット関連の問い合わせ。いわゆるフルノードのウォレットは、同期関連、バージョンアップ、データ復帰などが多く寄せられる問題となっています。と。バージョンアップしていなかったらそのまま放置して動かない。ウォレットの問題に関しては、資産保持の観点からなかなか扱いが難しく、SPO も手を出せないデリケートな扱いとなってしまうので、皆さんもしっかり勉強され、パソコンのこと、OS の仕組み、扱いなどを勉強していただくことが肝要になります。まあそうですね。まあ難しいですよね。はい。で、ただこのバージョンアップってありますけど、この8から9に上がった時ですね、ちょっと前。あの時に、特にダイダロスが、なかなか、開かないという話になったと思います。最近はちょっともう聞かないかな。はい、なんでパソコン買い替えるとかね、もっとライトウォレット使っていきましょうよとか、まあ、いろんな意見がありました。はい、ウォレットの種類、ハードウェアウォレット、ソフトウェアウォレット、ペーパーウォレット、ライトウォレットとありまして、で、一覧表が、ね、ここにつけてくれてあります。これはもうここに書いてあるけど、1年ぐらい、もうちょっと前かな、やつなので、ちょっとね、状況が変わってるっていうところは、ちょっとお認識ください。フリントは、ちょっと、セバシアンさんがね、ちょっとサポートやめますよという声も確かありましたし、もう新しいウォレットもできてますね。はい。で、レーサーも使われてるというような状況ですね。なので、さっき言ったように、このフルノード、唯一フルノードの、このダイダロスをね、まあ、必ずしも一生懸命ずっとパソコン買ったりしまでやらなくても、ライトウォレットですね。こっちからこっちがライトウォレットなので、そちらを使っていけば。特に鎧と、これとね、併用している方は、まあ、鎧だけでもいいんじゃないかなという気がしますし、まあ、とにかくシードフレーズの管理ですね。それができていれば、基本なんとかなるはずですので。はい、あとは、まあ、たくさん作りすぎるのもね、また管理が大変なので、はい、必要最小限がいいかなと私は思います。はい、こちらにちょっとアドバイスがありますね。最近ではできるだけライトウォレットを使用して、バックアップとしてエターナルにウォレットを復活させておくというふうに、できるだけフルノードウォレットは使わず、普段からデスクトップ用として、携帯用で設定するという二段重ねをするようにしてもらっています。さまざまなウォレットがあるので、各国の特性を生かしてのご利用をお勧めしているところでありますということでね、まあ、ちょっとウォレットに関してはやっぱり勉強しないといけないですね。今の表にないやつも今いっぱい出てきているので、これいいとかね、いろいろ出てきています。はい、でもこの絵を見ると、いつもね、ここら辺がぐる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 こう回ってる、なんか思い出しますね。はい、はい、では値段に戻りまして、50.19円ですね。14,012.9×50.19 で元本が10万円ですので、はい、
69万3307円のプラスということになりまして、693%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。